昨日、あの相撲を見に行ったんでで、すよ、えーで。本当に何年も10年以上ぶりで、えー、で、こう、バンとぶつかった時にこう,、うん、うわーってただ押してるけれどもどっちかが勝ちじゃないですかであれ見てて思い出したんですけどレスリングやった時にあ、うん、あのー、あのずーっと負けてたんですよで,で高校3年になって、うん、で最後のもう高校でやめようかなと思ってて、うん、高校3年生になった時にあのー、これが最後なんで今年勝とう 決めて、えー、で結構レスリングって、まあうん、グレコローマンもそうですかアメリカフリースタイルなんかあのウェイトクラスが細かく分かれてるから大体、うん、相手って全く同じ力と重さだからはい、はい、最後メンタルしかないよねとで,で今年は勝つって決めたったら、えー、でレスリングって結構その同じ技をお互いかけて、えー、最後のこうプッシュで勝ち負けが決まって、うん、で必ず勝つと思ってその最後のところをガッとエネルギーを出すようになったら。うん 1あのい一回い試合1個以外全部勝ったんですよ。で自分の中で分かったのがそのこ自分で決めてで、最後のこのエネルギーの重要さ、うん、で、えー、あのアメリカの軍人ともこの間話しててアメリカの,あのネイビー・シールって、えー、あの特別部隊いるんですけどもはい、はい、彼らのなんか数字で言うと。 すすごいマッチチョな人たちっってて結構入ってくるんですよねその、うん、チャンンピオンみたいなの、うん、だけどあの一番最後一番長く泳いだり最後あの生き残るのって大体こう家族の写真持ってる人たちなんですよであとこう仲間がいると自分が生き残んなきゃいけないって言って、うん、1で一人でしか動いてない人間はだいたいね早く諦めちゃうとか言ってだからそのなんか自分でこう勝つって決めるっていうこととあと人間の絆、はい、その2つが。はい この最後の肉体的なエネルギーを出す必要性があるっていうので<ー>すごくそこから興味を持ってたんですけども、えー、ただ長い間モチベーション出さなきゃいけないじゃないですか、うん、だからそれなんかすごくまああのまあ禅の話とかも書いてると思うんですけども、うん、そういうモチベーションってまたちょっと違うんじゃないかなと思って、うんうん、なんかまあ選手によって違うんですけど、ね、本当に勝ちたいだけでいける人もいるしあのモチベーション的になんていうかな、うん、好奇心でいく人もいるんですけど。 でも集団も結構重要でなんか集団の場合ってその誰かのためにとかみんなのなんかあのとやってるからっていうのもある気がするんですけども,もう一個僕らは強調って言ってあの要するにシンクロナイズと動きがするんですよこれ結構あのオリンピックチームとしてそれとも他の選手としてこれが例えばオリンピックの 100m の決勝で1番と2番の選手の動きが途中でシンクロナイズと。 したっていうの有名なあの論文があってで引きずられるんですよやっぱ視覚で入ってくるんでリズムが。で当然一緒にトレーニングしてるチームメートとは動きが同調とか強調しやすくてで同じようにあの記録もなんかずっと止まってた記録が誰かが破った瞬間にみんながダーッて一気に破ったりするんですよなんかほ。まあ、僕ら限界限界って思ってやってるんですけど本当の限界っていうのは何が決めててで誰か破ると引きずられたり。 まあなんか人と一緒だとしたらすんなり超えちゃったりっていうのを結構現場でも、まあ、陸上はやっぱり一番シンプルでタイムが出るんでなんか限界が見えやすい競技なんだけどそれでもやっぱり案外社会環境とか周辺の環境の影響で記録が伸びたりするんでだから、えー、個人の限界っていうのは相当怪しいっていうかまあ逆に一人だけでやらない方がいいっていうのもありますし、ね、それはすごい思いますけどね。 でそ,そこで学んだそういう,こうモチベーションの考え方とか、うん、トレーニングのことって今どういうところにそれが適用できてるんですかまあスポーツを作りたいっていう思いがあって会社をやってるんですけどそれは、まあ、既存のスポーツって、まあ、これもこれで大事なんですけど100年ルールが変わってなくて参入者も多くて経験もたまってきてるんでそうすると最適なそこに向かう道が結構見え るんですね、もちろんその中でもいろんなイノベーションはあるんですけど、うん、まあでもかなり見えていてそうすると4歳に何やっといた方が良くて、うん、56歳で何やった方が良くてみたいなのもちょっと計算式が出始めてると。だん,ん,ん,、うん、んだんだん,んだん身長も例えば、えっと、アメリカの NBA プレーヤーのうち20代から40代の全米の中で七フィート越えか8フィート越えの人。 の人人に nba プレーヤーなんですよだからもう背が大きかったらもうかなりお<ー>いいとそうすると背が大きくなるとこの人って分かった瞬間に早めにバスケットの経験させた方がいいみたいななんか答えが出始めてるって感じなんです、ねね、完全には出ないんですけどこれもこれでいいんだけどもなんかそう考えたら実はスポーツっていうのがどんどん新しいものが生まれて。うんうん 行ってそうするとまだ答えが見えないんでか例えば「ポケモン GO」みたいな1時間ポケモン GO みたいな感じがでてきて1時間でなんかいろいろ探索しながらやるようなものが出るとまたちょっと戦略性とかいろんなことが出てきたりするだろうかそういうふうになんかもうちょっとより多くの人が入っていけてかつできたら初心者からいきなり面白いようなことができるようなことがあったら。うん そうするとなんか社会がもう少し何て言うんですかね揺さぶられてあんまり決まったもんだけじゃなくて人と人の交流が起きたりまたは例えばそのチームの中に国籍がいろいろ違う人を混ぜるようなルールにしたらまあそのなんか国籍っていう文脈となんかチームメートとかいろいろできるじゃないですか。うん、えじゃ新しいスポーツを開発,開発したいっていうのでそれを。それそれ会社で 営利,利目的の会社でやってるそうそう儲かってないですけどね <laughs> いつか儲かってみたいっていうので <laughs> <ー>まあ最近だとあのパン食い競争って分かりますか、はい、日本ってねパン食い競争って走っていってパンをあ走っていってパンを途中でパンをパクって食べて、はい、そのまま加えてゴールするっていうのが。 はい、昔僕らが子供の時に結構あったんですよでそれを公式競技として今復活させようとしてそれは何のルールもなく遊びみたいなもんだったんですけどそれを、うん、あルール,ル,ル3 0ルですとか1 5ル地点にパンを置きますとかパンはあんパンじゃないといけないですから、ね、そういう <laughs> ルールを決めてやろうとしててででそういう時こう仕事ビジネスとして考えるとそれってなんかこうメディア戦略があって広告を集めたりとか。 今のところそうイベントスポーツイベントみたいなので賛同してくれる人にっていう感じになってますけど、ねね、で,でもいつかはもうちょっと参入者が多いどうやってお金していいか分かんないんですけど、ね、でもより人が気軽に体を動かしてこう文脈も変えながらなんか面白くてすぐやっちゃうみたいなものができないかっていうのをでも学校教育に入れるとなんかすごく楽しい面白いかもしれないですね。ええ うちの娘があの6歳でで自閉症で、えーえー、そしてアメリカだと結構面白い自閉症のサポートいろいろやってるけど、うん、日本はこう探した感じではあんまりなかったので、うん、今学校作ってるんですよ。えー、で9月にできるんですけどもやっぱりその子たち、まあ、自閉症だとかそうじゃない子混ぜた学校なんだけども、うん、ちょっと学校のカリキュラムをいろいろ考えたらその体を動かすところを、えー、なんか楽しくしたらいいんじゃないかなとちょっと思ってたんで。 脳の刺激にもなるような、まあ、ゲームとあのスポーツの間みたいなのがあったらいいなと思っててなんでんか面白いなって教えてください。うん、いパンのやつもいいけど <laughs>。スポーツのな面白いところってやっぱスポーツの何て言うかなルールを作るところを考えるのが一番面白いと思うんですね。うん、僕らはででできたルールーの中でそれで 最適化するっていうことだけやってたんですけど本当に面白いのはこういうルールにするともっと多くの人が入れるしみたいなルール作りところのが面白いなと思っていてまあゲームでもゲームのルール作るとか面白いしあのまあなんかサービスもちょっとそういうのに似たところあるじゃないですかウェブサービスとかもだからそういうどういうルールにするしてどういう意思決定あのルールを変える時の決定にするかみたいな。 ガバナンスまで行かないんだけど、そういう仕組みを。うんうん、あの子供たちがやれる方が、うん、実は。作られたルールで体を動かすよりも、面白いんじゃないかっていう。なね、いきなりちょっと A. I. に飛んで戻ってくると、うんうん、あの今の。このニューラルネットワークとか言われてる。えー、最近の A. I. っていうのは。決まったルールの中の最適化に、すごく手下 A. I. が多いんですよね。え、うん、マサチューセッツ工科大学の。うん、こ脳の。あの研究やってるチームとは、うん、もうちょっと構造的な A. I. で。 あのだからルールの中での最適化じゃなくてールールそのものをいろいろ考えて、うん、どういうルールだったら何ができるかっていうことができる、うん、あの機械学習っていうのがあってリード・ホフマンって言って<ー>あのリンクティンの創業者とずっと一緒に投資、うん、ベンチャー投資やってるんですけども彼とも結構話しててあのやっぱりソフトウェアとか、うん、あのインターネットのベンチャーが面白いのはあのルールを変えられるんだよね。うんうん、だからこう 製造業とかではい、はい、さっきのスポーツと同じでもう決まったルールの中で最適化するんだけども、えー、インターネットのベンチャーってピボットできちゃうじゃない、えー、でピボットって何かっていうともうこのゲーム嫌だルール変えますってやるのね、はい、そうするとそのインターネットベンチャーは何をしてるかっていうと、うん、僕の持ってるいろんなこう特徴と、うん、今の環境の中でどんなルールでやれば、うん、もうビジネスモデルもそうなんですけど、うんえー、どんなルールでやれば一番うまくいくかと。って 意外に難しくて、うん、でこれはこう人間でもこう普通の人ってあのこのゲームやだこのルールの方がいいっていうふうに考えるてあんまりそもそも論のことを話せないとできないんですよだからやっぱりインターネットのベンチャー投資家のやっぱり優秀なのは ルールをこうイマジネーションできる人で今 AI もそっちの方やってるんだけどもはい、はい、でもまさにそ,だそれだよね、うん、でどういうルールでどんな風に今までどうなってて、うん、そうするとこんなルールだったらこういう風に面白いんじゃないかなっていう想像できる人とか機械って大事だよねっていう話を今ちょうどしてて結局、はいえー、ちょっと似てますよねそうそうそうどんなルールだったら面白いスポーツができるかっていう、うんうん、例えばデジタルとかでうん何だろうなあのや山の中をこうやって 探っていく、あのー、どういう面トレイルランニングじゃなくてなんかこういろいろこうターゲットを見ながら登っていくとオリエンテーリングっていうスポーツがあるんですけどそのオリエンテーリングであのリアルだと難しいんだけどデジタル空間にヒントを例えば残して自分が残したヒントが一番使われたらそれはゴールした時にスコアになるみたいなすると。 なんかアシスト自体がスコアになって、うんうん、単純に一番でゴールするだけじゃない。なんか他者に対してどんな心理を読んで、うん、どういうふうにすると便利かって考えること自体が。うん、あの、うん、とか、そういうこともできるんですよ、ねですね。で、テクノロジーでやりやすくなるよね。そうそう、そうそう,そう,そうです、そうなんですよの。うちも千葉工大で、あのウェブスの授業、この間やって。えー でその、まあ、300人、うん、学部生100人、大学院生100人で、民間100人だったけど、うん、そこはあの,あのブロックチェーンのトークン作って、うん、みんなスコア上げるんだけども、もちろん学んでクイズ答えたらスコアもらえるんだけども、誰かが質問して、その質問に答えて10人がいいねするとポイントがもらえるとか、うん、みんなにレクチャーするとポイントがもらえるとかってやって、で意外にこう人を助けることの方が、うん ポイント稼げるシステムになっっちゃったそうすると何が起きたかっていうと質問する側も喜ばれるからどんどんして<ー>でそンアンケート見るとこんなに質問しやすい学びやすい環境初めてだっていうふうになってアシストのところをこう 点数厚くしたことによって全然コンンペティションが違うでもやっぱりこう助けることでの競争ってでしかもこれお金に換算できないトークンだったので、はい、こうやらしくないんだよね。で面白いのはやっぱりこう人を倒すためのコンペティションって、まあ、陸上なんかクリーンだと思うんだけども、はい、例えば今。 こう経済の中での競争とか戦争とかって悪いイメージなんだけども人を助けるコンペティションって結構クリーンなので、うんうん、もっと協力的なところをこういじるのはすごく面白いと思う、えー、今っぽいと思うんですよね。だか F1 みたいにちょっと司令塔があってうん、うん、山ん中走ってる人に外から音声かなんかでサポートするとかうん、うん、でそれも一つのチームって定義にしたりしたらまた違うでしょうし。 うんうん、だからなんかその場でプレーしてる人だけがスポーツじゃなくてなんかもうちょっといろんな関わりができてでもそれも設計次第でね面白がれるんじゃないかなと思うんで、まあ、特にあのパラリンピックとかに関わっていたんでなんかこう陸上なんかだともう本当に関わり方っていうのは単一になっちゃうんですけどもうちょっとそれを複雑っていうかなチーム的にしたらあのいろんな特徴を生かせて関われて面白いなと、うんうんうん、ゲームでやっぱり最近多いのが 英語ではメタゲームっていうのがあるんですけども、うん、まあ普通のゲームとスコアがあるんだけども例えばこのジャンプした数を数えてそれで1になるとか何かいろんなこう関係ないようなゲームがゲームの中にあったり、うん、あとよく言われるのはあのあのあの,あのマルティユーザーゲームだともちろんその自分のキャラクターが強くなるのと、うん、相手とこう対戦して勝つのと、うん、あとそのいろんな歴史とかを学んで こう、あの、ストーリーを理解するのと、うん、あとソーシャルっていう、こう、四つのゲームが同時に起きているとか。うん、だから、なんか、一つの環境、さっきの話をちょっとつ、さ、うん、っけると、同じ環境の中で、いろんなゲームが行われていて。うん、で、違う理由で、勝つ人たちが出てくるっていうのって、うん、あの、なんか、せ、まあ、ゲームの世界では、設計できるけど、<ー>スポーツでできたら、結構面白い、ね。面白いですね。うん、僕はスポーツの定義を、じ、あの、体と環境の間で遊ぶ。っいう定義にしてるんですけど、<ー>うん、やっぱり、それが。 まあ比較的人類の前半からやってたこととじゃないかと思うんですよね体でやるとまあ直感的かつなんか体感として理解しやすかったりするな,、うん、な,なと思うのでだけど今のスポーツはやっぱりちょっとどう言えばいいんだろうなまあやっぱりこう軍事強烈的なあのプロセスがあったんですねあの一番最初はギリシャでなんか憂さ晴らしみたいなとこから始まるんですけどはい、はい、それから遊びになって。 イギリスに行った時に、まあ、しっかり若者たちを健全に教育するっていうのと、スポーツはすごい強く結びついて。はいはい、なので、お互いが向き合って、こう陣取り合戦するみたいな、うん、若干。あの、戦争をこう少し模したような形になっていって、はいはい。昨日、あの、ガウディの石川裕也君と、ええ、話したんですけども、やっぱり。あの、人間の、こう、本能って、人間がニアンドラトールより。 強くなったのはやっぱり戦争がでできたたんですよねくさんの人間が集まって<ー>敵を全部倒すと。うん、で人間社会の中でもやっぱりこう人間を集めてトレーニングをして人を殺すっていうのが<ー>多分この進化の中のすごく重要な 血に流れてると思うんですね<ー>でそれがだんだん戦争ってまずいなって言ってでもそのスポーツってちょっと似たエネルギーだと思うんですよ相手に勝つっていうこととチームワークをするっていうのってそもそも戦争から出てきててはい、はい、直感的なやらなきゃいけないことがあってあ<ー>でそれをどうやって社会的にいいことに向けるかっていうゴール設定があると思うんですよね。はいはい、でおっしゃった通り多分オリンピックとか最初戦争から出てきてるけども、うん、どんどん綺麗な方向に持っていて。うん ノーベル平和賞を取るっていうゴールの組織作ってコンピートしたら面白いんじゃないかとかねだから今だとなんとなく組織作ると上場するとか金儲けをするとかなんか最後のゴールがこう経済的なゴールが多いのであのそういうなんかノーベル平和賞を取るのをゴールにしたら結構面白い人が集まるんじゃないかなっていうのもあってだからスポーツもあれですよね人を助けるのがゴールとか少しそのそこをひねるとなんかすごくこう。 もともと戦争のためにできた我々の本能がなんか違う方向に向かうんじゃないかなって、ねうん、さっきそのコーチなき自分でやってたっていうのをお話聞いたんですけども<う>僕も全然プロのアスリートじゃないんですけども、ええ、そのコーチンとか興味持っててフィンランドのコーチで<う>で,で F1 レーシングのコーチってあの全部あの食,食べ物から睡眠からメンタルから全部やってて<う>すっごい科学的にやってて。 で最終的に彼はそこで学んだコーチングスキルをこう一般の人たちのこう、うん、ウェルビーにングに当てはめてて、うん、なんかもうほとんどお医者さんの世界になってるなと思ったんですけども、えー、なんか医療ともっともっと融合していくんじゃないかなという感じしたんですけども、はいうん、そ,そういうなんか開発とかあのやったててや,や,やってみたいですね、うん、だから僕らの世界でトレーニングとリハビリテーションって2つ言葉があるんですけどそ,す、ね、それ でも実は全く同じことをやるんですけど例えば膝で膝の周りに大い四頭筋っていうのがあるんですけどそれを強化すると膝のサポートになるんですねバランスよくして。で膝がを怪我した後にそこを鍛えてる間はリハビリテーションなんですけど先生痛みがなくなりましたって後にやっていくのはトレーニングなんですよ。だからリハビリテーショントレーニングって同じで多分あの医療、まあ、メ,ディメディカルと コンンディシショニングみたいなななもものもそんな風にシームレスなはずなんですねだけどどうしても医療行為っていうときっちり切らなきゃいけないんで、うん、なんか痛みがあるとか、うんえー、見た感じにまあ怪我してますとかそういう基準がないと医療にならないんですけどうん、うん、本当は人間の体ってその痛いとか痛くないとかはすごい曖昧なはずでだからそこはもうちょっと混ざった方が本当は人間らしくていいなと思うんですでそれに対してて痛みっていうのも例えば あのちょっと抑うつが強くなるとあのあの痛みが強くなったりするんですね。うんうん、でそれで体の方の整形外科の人はこれ膝の痛みですって言うんですけどうん、うん、でも心理の側からいくとこれ少し抑うつ傾向があるから痛みが出てますっていうこれも人間って切れないじゃないですかうん、うん、心も体も。だこういうのをもうちょっと包括して全体を包んでかつ自分だけじゃなくて自分とあの恋人との関係とかも痛みに影響するからなんかそういうもうちょっと全体として。うんうんうん 人を見るっていうのがこれから、まあ、それでなんかいろいろ考えた結果やっぱりあの新しいスポーツを作って遊びってところから入って人のなんかより幸福なバランスっていうのが見えるんじゃないかと思ってるんですけど。